こんにちは。こんにちは。今回のゲストも、また、ナースケさんに来ていただきました。2連続。はい。僕の YouTube は、基本的に、他人に頼るっていう、本当にこう、他力本願系 YouTuber でやっていくので。だって、この1個前の動画は何？はい。山崎恭介。山崎恭介。うん。で、その前が、ナースケ。なるほど。で、その前は、11月頃に上げた動画、だからもう半年以上ってしかも自分で撮ったやつ、すごい本当にちゃんとやらないといけないなと思ってるんだけど、やっぱこう腰が重くて本当にもうそうなの、そうなんで今回はやっぱ YouTube のやっぱ大先輩であるナースケさんにバズり方バズり方、どうやったらバズれんのか、ちょっといろいろと聞いていきつつ、いつものこれの女の話していけたらなと。女の話すんなしないけどな、ね。はい、思います、はい。じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。はい。なんか、あれだよね、もう、疲れちゃったよね。疲れたよ、もう、疲れたよ。正直。おかげさまで。本当に。トレーニング後でございます。うん。今日何時からやったっけ？9時半スタートぐらい、トレーニング。そうだね。ね。9時半ぐらいからやって1時間半で11時ぐらいに終わった。で休憩して、休憩でこんな経った？いや、そんな経ってないか。そうだよね。なんかダラダラしてたもんね、ちょっとね。まあ確かにダラダラしてた、うん、でも本当に大会前、今大会何日前だっけ？5日前だよね。なんでこの動画上げる頃にはもう終わってます。もうそう、動画上げる。いやだってえ、タイミング合わせないと。ああ、でもね、この動画ね、明日上がるよ。え、もう本当に？うん。え、じゃあ、じゃあ、4日前4日前に5日前の動画がある。ああ、そうなんだ。うん、もう最後はもうリアルタイムで追って出してくる。ああ、そういうことね、カウントダウンちゃんと合わせてやるみたいなことか。そう。いや、すごいな、うん、やっぱそれで言うと、俺も今回ちょっと結構編集頑張ってちゃんと間に合わせるのやるわ、じゃん。編集してないでしょ、一切。だって失礼だね。一切してないでしょ。やるよ、ちゃんと。本当にまあそんな感じで、大会前で結構ね、カツカツの中、しかもあと45分後にはミーティングが始まるっていう、本当に切羽詰まった中で、本当に申し訳ないけどコラボ撮影ということで呼ばせていただきました。ありがとうございます。現実的に何分までには、なんかだからどこでやるの、ミーティング？オンラインに車の中でやれば大丈夫だから。ああ、そうなんだ、分かった分かった。じゃあ俺助手席にいればいい？まあいいけど別に。うん、まあ、やっぱ終わった後もちょっとさ、ね、あれがあるから、宮下パークがあるから。ないよ。なるないよ。だよ、やだよ。ちょっとごめんなさい、進めますね。はいはい、はい、聞いてください、はい、これ僕、はい、なんと TikTok が、はい、最近、これ自分で言うのも恥ずかしいけど言っちゃっていいよね、これ、うん、大バズりしてて。いや、そうだよね、すごいよね。いわゆる男性の股間を叩いてもらうだけの動画が、うん、なんと今現在で130万回再生。え、すごっ。M がついたんですよ。すごいよね、大バズりだよ。そう。え、ナースケってさ、TikTok やってる？やってる、一応。あ、やってるんだ、うん、ごめんね、俺後でフォローしとくね。本当に見たことなくて、ごめん、うん、ちょっと一瞬見してよ、TikTok。TikTok？ うん、でもほんと最近開いてない。え、そうなの？投稿してないの？うん、投稿はしてる。え、ちょっと待って、 953.3K だから、これフォロワー95万人だよね。そう、これもうすぐで100万人だよね。そう。でもこれ見た感じさ、 M ないよね。そうだね、最近は M はね、最近ほんとにないかも。これなんかでもさ、あるよね、なんとか順とかにできるよね。え、そうなの？再生回数順みたいな。え、できんの？それは分かんない。でもね、M はね、ほんと前に M を出してたんだけど、やっぱ M がつくっていうのは、結構海外で伸びるタイプが多いかもしれない。あ、そうなんだ。うん、自分は日本向けにしてからは M がつきづらかった。これとかは M とかついたけど、1.6M ね。そう、うん、でも海外向けだと、うん、俺ね、本当に言葉を日本語使い始めたら、うん、やっぱり再生回数は減ったね。うーん。で、日本語を使ってない時は、もう昔、
だいぶ昔にずっと変身系をやってて、実は脱いだらマッチョですみたいなコンセプトの、そう TikTok ってさ見たことある？なんかあるよもちろん。そうあれの自分が走りだったの。あ、え、そうなの？そう。え、あれの先駆者ナースケなの？そう、まあ、これとか 2.7M とか。え、ちょっと再生してよそれ。あ、これもう音源使えなくなっちゃってる。あ、そういうこと？うん。顔違くね？すごっ。っていう、なんかこういうの 2.7 万とか。あ、3M とか。300万？うん。どれだ？ん？これ6.5だよ、これ。ほんとだ。1,2,3 ありがとう。え、今続いてたの？嘘、ちょっと待って、こういう音源が流行ってたの、昔。恥ずかしくないの？あ、結構恥ずかしい。最初は恥ずかしかった、すごい。そうだよね、バズんなかったらめっちゃ恥ずかしいよ、これ。うん、でも、やっぱ、バズるって分かってからもうずっとこういうのやったけど、結局自分は目標が YouTube を見てもらうというのが目標だったから、結局その、日本語が分かんない人に見られても、YouTube に流れてこないんだよね。なるほどね。だからもう日本人向けに切り替えて、再生回数落ち着くけど、日本人には多く見られるっていう。あー、なるほどね。うん。でもすごいね。いや、そんなことやってました。え、TikTok はいつからやってたの？ TikTok は社会人1年目の5月とかだったの。あー、じゃあ、2年、じゃあ、本当にじゃあ YouTube と同じぐらい？同じぐらい。うん。すげーな。まあ、ちょっとそんな感じで、結局僕の強みが今、おられたわけですけども。でも、あの僕、20何人とかあったんですよ、フォロワーが。すごいよね。そこから、今急に今3500人ぐらい増えて、たった1本で。TikTok ドリームだ。そう、TikTok ドリーム。でも別にお金稼げないけどさ。いやいやいや。だってあれ、ライブで投げ銭じゃないとお金稼げないじゃん。ああ。そう、再生回数でお金入んないから。確かに。そう、だから別になんか、自己満に近い形ではあるんだけど、まあ最近そのちょっと TikTok が伸びてきたんだけど、このね、動画を出してるこの YouTube、これが本当に伸びない。これなんでかなって思った時にやっぱり投稿してない、根本的に、ね、根本的に投稿してないのはあるんだけど、そんな投稿頻度が少ない、まあ、僕でもどうやったらバズるかなって考えたら、俺のこのリソース的に何が合うと思う？でも待って、リソースでしょ、うん、まあ、投稿頻度少ない人で伸びてるのってやっぱクオリティがめちゃくちゃ高いとかあるね。ああ、エドワード加藤さんとかね。ああ、そう、エディさんとか、あと自分がすごい大好きな YouTuber は第2グループっていう YouTuber なんだけど、本当に、1、2ヶ月投稿はしなかったりするの。やばくないそれ。そう、だけど、始まった、例えばゴールデンウィークの時に始まったと思ったら、もう5話連続みたいな、もうそのテレビ番組みたいに始まるのね。で結構その東京で逃げ切ったら100万円企画とか、なんかそういうのの走り。はい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 。でも編集がもうテレビよりすごいみたいな。そうなんだ。そう、だからもうその5本にかけてる。それどんぐらい回ると？でも回ってた時はもう200万300万ポン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 。マジで？そう、一番最初はね、その心霊スポットで、10日間過ごしてみたとか、1週間過ごしてみたとか。あ、それを分割して動画出すってこと？そう、1日目、あ、2日目。なるほどね。そのクオリティがすごい高い。へぇ、だからクオリティを上げるっていう。なるほどね。うん、でこれをめちゃくちゃ2ヶ月ぐらいかけて編集して。誰が見るん？誰が見るん？このずっと絵面変わらないやつ。おい。これは誰でも無理じゃない？さすがに。ここが例えばヒカキンさんとはじめ社長とかだったらいいよ。うん、弱いって。ナースケ申し訳ないけどごめん、ナースケの力をもってしても無理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 。
だって俺がめっちゃ頑張ってあれの動画が1700回とかだよ。そうね、どうバズってもう絶対伸びんて。あれ頑張ってないじゃんって千何回。え、じゃあこの動画ちょっと頑張ってみる。うん、あ、じゃあこっから編集入れよう。はい、うん、本当にやってね。え、でも明日だから俺投稿する。ああ、そっか、うん、それはダメだ。じゃあまたちょっと今度別の動画でね、うん、うん、多分あの、まあ、まあ俺は思ってるけど、やっぱ友達になれたと思ってるから、やっぱり俺はね、うん、裏では多分そういうふうに思ってないタイプだけど、うるせえなみたいな思ってるんだけど、まだやっぱりこうなんか同い年ってのもあるし、うん、やっぱ同じトレーニングしてる者としてやっぱ今後付き合いはあると思うんで、うん、まあそこでちょっとうまくナースケよりよ今後もナースケとうまく関係を構築して行けば多分動画はまだ出ると思うから、うん、その時のタイミングで、そうだね、うん、やっぱ俺 YouTube ドリーム結構夢見てて。いやでもあるよね、うん、あれなんだっけ、平成フラミンゴ。ああ、なんかさ時々俺おすすめ流れてくるんだけどさ、うん、俺あのチャンネル登録はしてなくて、うん、なんでかっていうとあまりにも羨ましすぎんの。うん、なんでかっていうと何百万みたいな、200万300万みたいなの回ってて、うん、うわこれ何年前の動画だろうと思ったら、うん、1日前とかなの。うん、えみたいな。すごいよね、そんなことあるみたいな。YouTube ってなんかさ、すごいよね、本当に。うん、なんかこう、今さ、こう収益が落ちてるとかって話もよくあるじゃん、うん、YouTube じゃ食っていけないみたいな、うんうん、全然トップの人たち関係ねえなって思って。確かに関係なさそう。うん、1日で何百万って、なんかブレイキングダウンのやつがさ、常時出続けてるみたいなもんじゃん。やばいよね、うん、うん、とか思うと、やっぱえぐいなと思って、うん、そう、確かに。っていうとこで、やっぱ聞きたいのは、うん、どんぐらいの収益あんの、ナスケ。いや収益、うん、あ、わかったわかった。じゃあ、うん、あの、あれあの収益の画面だけ見せてよ、じゃあで、あの俺のリアクションで皆さん感じてくださいっていうところで、あ、うん、生々しい数字言えないから、うん、あの他隠していいから、もちろん言うてだよ、言うてだと思う。じゃあこの画面で大丈夫。あ、むしろそこだけでいい、そこだけでいい。マジでガチ？うん、え、ちょっともう一回見せて。本当？え、うん、これはちなみにナースケ的には多い方少ない方？あ、でも下がった。え、そうなの？うん、下がったなって、前世紀よりは下がったなって感じ。前世紀はここからさらにどんぐらいのイメージ？前世紀いつどんぐらいだろう。これ変えられるっけ？あの、あ、変えられないか。いや、多分ね、これはね、あ、ワンチャン変えられるかも。ちょっと待ってね。え、今月は、でもやっぱり大会前だから結構伸びてる方で、うんうん、え、どうなんだろう。ほら、これね、2月とかは低いの、ほら。本当だ。今月は結構、え、2月低くない？低い低い。こうなんか動画で休みした？うん、ずっと同じ。だけどやっぱりその視聴者数はすごい減るから、まあ耐えないといけないなっていうところ。あ、じゃあこれはじゃあ普通にまだ多い方だね。うん、あ、これとかだとほらもうここら辺とか、え、ここトップしていい、ここトップしていい。うん、あ、でもこれが1日でこんぐらい。え、何1日で、え、あ、んこれ1日の収益。あ、こっちか、これがトータル。あ、これトータル。え、1日でこんなに？そう、1日でえぐいときはこんぐらい。ここ何があったんと思うけどね、一番低いところ。多分2022年とかは結構多かった。いや、もう桁がわかんない。もう大丈夫。ちょっと待って。バレちゃうやん。え、これが年収だよね、 YouTube だけの。 YouTube、 そう、年収。しかもそれがあれだよね、もう引かれないでそのまま入ってくるよね、この金額が。あ、そう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 。1億？え、1億いってねえわ。いってねえわ。マジで？1億いってないよ。でも、うん、結局、うん、もう会社建てちゃってるし、あ、従業員とかもいると、やっぱそんなお金は自由に使えないから、まあ給与ぐらいだけど、っていうかもともとやっぱお金使わなさそうじゃん、すごい、うん、全然なんかこうやんなそう、貯めてそう、ちゃんと。そう、だからあんまりお金に、自分はなんかその、
やりたいことにお金がかけられればいいと思ってて、うん、例えばトレーニングだったり、うん、例えばこういうベルトを買うとか、うん、そういう時になんかストレスなくお金を使える生活がしたいなっていう、でもそれ以上の例えばそのこの機能にさ価値があるじゃんこれって、うん、そうだね。だけどそのブランドに価値が出始めるものってあるじゃん。ほうほうほう。例えばなんだろうな、服がヴィトンだったり、うん、あそうそうそう、これ貼るだけで2万円になったりとか、 NTR ジャパン、これなんすけおすすめですかね、はい、うん、そういうのは買わない。あ、そうなんだ。機能にお金をかけて、でそこにストレスなくかけられればいいなって思うとそんなにお金がかかんないっていう。じゃあ貯まる一方じゃない。うん、なのね、あの投資信託してる最近。あー出た。ちゃんと投資は投資だよね。うん、変なあの保険に投資が入ってるとかじゃないよね。あー違う、普通にね、こんなぼったくりファンドじゃないよね。まあわかんないけど、でも投資信託してる。おー、うん、結構無難なやつ、あんま詳しくないから。俺結構そういうの詳しいよ。あ、ほんと？うん、教えてほしい。うん、ほんとにね、騙されてる人めちゃくちゃ多いから、ぼったくりファンドに。やっぱそうなんだ。うん、だって未だに来るもん、やっぱ先輩とかあのそう営業マン、保険の。あーはー、保険のね。そう、それ貯蓄しながら保険もできるんだぜって言ってくる。はいはいはい。もう全部断ってる。普通に米株の投資。はい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 。SP500 とかそういうやつ、ね。あ、そうそうそう、まさにそう、はいはい、まさにそう。はい。入ってますからもちろん。すごい。でもすごい、そうなんだ。まあ、うん、そういうね、金になるような木をね、ちゃんと育てるってことですよね。うん、あ、そうそうそう。本当に。で、なんかもう、細く長く最終的には生きていきたいなって思ってるから。思ってないでしょ。思ってる。いや、思ってない、思ってない。だから、うん、収益もさ、やっぱ安定しないじゃん。安定しないね。今見たけど、すごかった、本当に。うん。うん、だから、やっぱ怖いから、うん、こそなんかそういう生活になっていくみたいなのがあるかもしれない。でもサラリーマン時代にさ、うん、得てた年収みたいなものがさ、うん、日にならない額で入ってくるわけじゃん。まあ確かに。これはさすがにさ、浮かれたりしないの最初の頃。いや、むしろ浮かれなくて、うん、だから本当に差が激しすぎるから、あ、もういつなくなってもおかしくないって考えると、うん、やっぱ恐ろしい。で、サラリーマンだったら例えば生涯年収で、うん、まあ、数億は稼げるかもしれないじゃん。だけど自分だったら、まあ、1年でそのぐらい、先ぐらい稼げるけど、うんうん、結局何年も続けないといけないって考えると、そうだね、やっぱ恐ろしいなって思う。確かに。からなんかそれぐらい稼げてから浮かれるなら分かるけど、うん、今は全然浮かれられないかなっていう。いやでもえぐいな。いや、まあまあまあ、ちょっと想像の上を行き過ぎてた。あ、本当に？うん。まあどうなんだろう、登録者数に対しての再生数とかがあるからさ、うん、ざっくりそういうのってさ、あの、うん、よくサイトとかでさ、あ、それよりかはね、多分低いと思う、見積もられてるやつよりかは。うん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 、だ多分結構上に見られ、うん、上に見られてるから多分上だと思われてる、絶対サイトとか一般の人間は。なるほどね。うん、でも現実今見せてもらうと、うん、全然低くない。ほんと？うん、すごかった。これは本当に YouTube ドリームだよね、本当に。うん、恐ろしかった。本当桁が違う。1億はすごい。いやな、1億なんかついてないから。1億あったら、でも1億早くも SP500 に入れて、ね、毎年400万もらいたい。確かに確かに確かに。それはそうだわ、うん、4% とかでね。そうそうそう、確かに確かに。でもこれがさ一個の収入源であって、うん、まだまだその自分が立ってる会社だとか、うん、会社の中にアパレルが入ってるのかな。アパレルだったりジムだったり。あ、そう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 、うん、じゃあその2本柱基本的に YouTube とアパレル、ジム、あと案件。あ、そうじゃん、案件じゃん。案件と、あ、はい、質問、はい、はい、この前なんかあのさ遺伝子検査やったじゃん。ああ、あれ案件でしょ。あれ案件だけど、うん、まだあれは案件動画じゃなくて。だよね、 PR ついてなかったもんね。そう、結果報告をするところで案件動画になる、うん、あ、そういうことなんだ、うん、あ、なるほどね。そうだ、リンクとか載せてないから。うん、じゃあまあここはあのカット、リアルにカットするとして、うん、じゃああれだよね、この前話した通り、 やりたい案件だったりとか、うん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 、これいいなと思ったのはやっぱ値段下げてでも自分もやりたいし。うーん、そう、え、あえて下げに行くの。あ、下げる下げる。だから逆になんか、うん、本当に紹介しづらい人は、うん、ところは何だろう、もうこれは紹介しづらいから、うん、って言っちゃうか、うん、もしくはなんかもうそれって言いづらいからさ、やっぱ企業さんに、うんうん、そうだね。そうだから、その金額を高くこうやってこのぐらいですよって言って、うん、で
企業さんから避けてってもらう。あ、なるほどね。そう。でもそれどうなの？だからさ、ナースケがさ、こんな高い金額で企業案件の提案してきたんだよって思われる、そのブランドイメージというかさ、そこら辺はなんかどう思ったりするの？どうなんだろう。お高く止まってんじゃねえよみたいなさ。まあ確かにそう思われるかもしれないけど、企業さんには。うん。うん、だけど、もう本当にね、そのやっぱさっきも言ったように細く長くやるためには、うん、その変にバンバン案件を受けるよりかは、うん、絶対視聴者さんの信頼を得た方が絶対に長く生きていけると思うんだよ自分は。なるほどね。だから絶対にその信頼を損なうような案件をやるんだったら、うん、企業さんに嫌われた方が、うん、多分長く生きられるなと思って。なるほど。そう、長期的なところを見るわけね。そう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 、まさにこれ当時。あ、はい。だから企業さんからさ、ここでボンって例えば何百万ってもらえますって言っても、うん、本当に信頼を失ったら何百万で終わっちゃうっていう自分のビジネスね。そうね、そうね。だから本当にいいサービスを、長く続けるっていうコンセプトで、うん、やっぱり動画とかを作る。これではまさに投資。ああ、そういうことか。そうだよね、確かに。でもさ、じゃあ、うん、例えばさ、うん、案件さ、まあ来たとしてもさ、うん、自分がいいなって思うとかさ、嫌だなって思うところ、うん、なんかそれって感覚なの、それともなんかいろんなものを総合的に判断してってから考えてる。あ、まずね、美容系は受けないとかはある。なんで？いいじゃん。自分に知識がないから受けない、うん、だからなんかこうやってやっぱ企業案件ってこういうことを言ってくださいってあの会社さんから言われて、うん、で YouTube で話すと思うんだけど、うん、やっぱり知識がないから、うん、やっぱりいいところしか見えない、見せてくれないんで企業さんって。いいところしか言えないっていう。なるほどね。ちょっと自分が知ってるプロテインだったり、それこそサプリメントだったら、うん、こういうところいいところあるし、うん、悪いところもあるよねっていうのを発信できるから、うんうんうん、自分の知識がないものはまず受けない。なるほど、うん、一つ目、知識がないものは受けない、うん、二つ目、まあ、二つ目は何だろうな、本当に視聴者さんのためにならないものは受けない。おお、うん、だからまあ、それもさっきの話とつながるけど、うん、あの自分が説明できなかったら視聴者さんのためにならないから、うん、とか、あとは例えばだけど、本当に仮の話だけど、うん、まあ、こういうなんだろうな、器具があるから使って、うん、使ってほしいみたいなのも、やっぱりこれ本当にいいのかなとか、うん、で自分で思ったらやっぱ受けない。鍛錬とか。鍛錬は分かんない、使ったことないから。うん、鍛錬っていいんじゃないの。でも分かんない、俺も使ったことあんまないから。ちょっと気になるけど、うん、ぜひ待ってます。いや今で絶対来ないでしょ。でもそうだね、そういう感じかな。じゃあ実際ぶっちゃけ何本ぐらい来るの。あ、案件自体はめっちゃ来るよ本当に。うん、もう、うん、もうリアル、うん、結構来るときは毎日のようにメール来るし。マジで。うん、でもほぼ受けないかもしれない。それは、うん、さっき言った自分の理念のその2箇条みたいなところに沿って合う合わない決めるんだ。そう。ってことは結構美容系が多いの。美容系は多いね。うん、でも最初からさ言っちゃえばいいんじゃない、美容系受けませんって。ああ、まあでも、まあ一応通すって感じなの。一回お話、うん、その美容系は今受けてないんで、うん、だけどお仕事につながる可能性あるから、ね、例えばそのメール来た時に、うん、その仲介の企業さんとかだと他にいい商品を紹介してほしいとかって来た時に、うん、で自分とかすごい嬉しいのはやっぱりその食は、うん、美味しかったら、美味しくて PFC 良かったら最強じゃん、うん、そういうのをやりたいですみたいなのは言ったりする。あ、なるほどね。例えばマグロとかって分かんないけど、あ、そうで地域活性化のやったことあるのは、うん、地域活性化の牡蠣を食べてほしいみたいな、うんうん、案件もらって広島の牡蠣だからみたいな、うんうんうん、でそれはすごい嬉しい、広島のためにもなるし、確かに確かに確かに、牡蠣ってすごい亜鉛もたくさん入ってるしとか、確かに、とかなんかそういうお仕事がもらえたらやっぱ嬉しいから、なんかそういうのはつながりは得るためにメールをちゃんと返す。牡蠣か、うん、いくら。あ、でもそれはね結構すごい額だった、うん、けどやっぱやりたいから受けるっていう。うん、まあ普通にね。うん。あとは商品提供もらえたら嬉しいから。うん、確かに確かに。美味しいもの。でも冷凍系はやっぱ受けないかも。へえ。よくある冷凍食品とか。お弁当とかよくあるよね。あ、そうそうそう。筋肉食堂とかの。うん。あ、それの PFC がいい場合はいいんだけど、うん、よくあるのは結構その F が高かったり、うん、揚げ物が入ってたりする場合はの PR が結構多くて、うん、まあ、そういうのはあんまり。自分が食べないからそもそもそういうの、うん、だから自分がやらないものは受けない、どんなに高く提示されても。なるほどね、うん、って感じかな。
じゃあ案件余ったらちょうだい。あーそうだね、確かに。かなんか協力するからさ、ちょっとちょうだい。マジでなんか協力するから案件、ね、うん、本当にお願いします。 SBD さん来てください。 SBD はお金払い悪い。いや、そんなこと言う怒られるよ。SBD お金払い悪いから怒られるでしょ。ということで、今後ナスケさんの案件動画では、はい、僕が登場することになると思うので。じゃあさ、64でいい？どっち6？あ、俺6。おー64。編集は？俺。え、そうなの？編集俺。編集は俺やる。そう、すごい。俺も今後、ナースケの動画丸パクリした動画1個作ってみればいい。すごい。じゃあこれ丸パクリしてみて。あ、これを、うん、これをナースケ風に。そう。なんかさ、俺さ、でもさ、Windows でやってんだけど、あのテロップ出ないの、うん、あのフォントが出ないの。あー、あれ出ないんだよね。Adobe え、出るよ。 Windows で出ないの、あれ。出るよ。ねえ、でもあれが出たらマジで同じもん作れる。ほんとに。うん。え、でもあれどうやってやってんの、あのなんかさ、上にさ、ピョコーンとか出てるあのあれ。あ、あれはね、購入してる、テンプレートを。あ、購入してんだ。うん。普通にないんだ、じゃあやっぱあれは。そう、プラグインで。あ、そうなんだ、うん、そこら辺はやっぱお金かけてるかも、あの差別化するためだから。そうだよね、なんかあれ、うん、かっこいいじゃん、こう、ふわーんって出てさ、でもずっと出続けてるじゃん、あれ、うん、あれで。いいよね。そう、あと PFC とかもさ、なんかさ、うん、なんか出たりとかするのも、あれかっこいいなとか思ってたんだよね。確かに、あれはやっぱ真似されたくないから。あー、やっぱそうなんだ、うん、ただ購入するだけでハードルが上がるからさ。うん、確かに確かに。だから、差別化できたらなとかと思って。あとで教えて、そのサイト。あ、いいよ、全然。ちょっとマジ作っちゃう、この本当にこの動画、俺ナースケ風に。じゃあ楽しみにしてます。だからもう本当に俺も案件どこ、俺もマジでやろう。本当にマジでやろう。マジで。だっていいじゃん、100万とかさ、はい、200万とか300万もらってさ、うん、じゃあ5万円だったらとかって言って5万円で俺が受けてくれたら全然よくない？まあ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 、確かに。同じクオリティで。まあそれはね、確かに。だよね。でもなんかその、うん、やっぱり一番は、うん、その案件動画をやるってなった時は、うん、あのもう一番意識してるのは、うん、もう信頼を損なわないようにするっていうこと、うん、いいことだけ言わないっていう。おうおう、そう、うん、あの企業さんにもそうだし、うん、その視聴者さんにその本当を伝えるために、うん、やっぱいいことだけは言わない、その悪いところも見つけたらちゃんと言うっていうのを、うん、まあ意識してコンテンツを作るから、うん、そこら辺は結構ねシビアにやってるかもしれない。へー、ちゃんとなんか真実が伝わるような動画にするって。結構よくあるのは、うん、企業さんにここ消してくださいとか言われるんだよね。あ、そうなんだ。そうとか、うん、あのこういうなんかイメージ下げることは言わないでくださいとかって言われる企業さんとはあんまりやんない。あ、そうなんだ、うん、でも言われたら従わないといけないもんね、やっぱ。そうだよね。どうなすけが本当に嫌だと思ったとしても、うん、言えばダメって言われたらカットしなきゃいけないわけだもんね、やっぱ。そうそう、だからそういうだからそういうのもちゃんと確認した上で仕事は進める、うん。そこら辺って難しくない？だって後から言われるパターンがある、ほとんどじゃん。いや、だからね、最初にね、自分はオリエンシートっていうのがあるんだけど、企業さんからこういうことを言ってほしいみたいな、うん、もちろん案件だから、うんうんうん、こういういいところがあるからってまとめてあるものを先にもらう、うん、NG ワードとかも全部書いてあったりするから、うん、そういうので、自分がこういうの言いたいのに言えないんだっていうのだったら断っちゃう。なるほどね。だからこのぐらいでやりますけど、うん、あのオリエンシートを最初にくださいっていう、自分は。じゃあ出してこない企業もあるんだ。出してこない企業もある。後出しのオリエンシートの方がやっぱり楽だからしょ。なるほどね。企業さんとそっか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 、うん、ただ事前のチェックしてそういったトラブルを回避すると。そう、自分の言いたいことを言えないんだったらやらないって。じゃあやっぱかなり選別されたら本当月に1本あるかないかぐらいでしょ。あ、本当に1本ない時もある。そうだよね、うん、だからそんなに PR ついてる動画ないなと思ってて、うん、そうだよね、うん。じゃかなりエビすぐりのやつを1本やるってことか、ちゃんと。そうだね、そうだね。そっか、うん、じゃあぜひ、本当よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。僕ちゃんと YouTube 編集してるんで。はい、よろしくお願いします。僕もその購入してできるようにするんで。わかりました。はい、ということでごめんなさい、はい、あと15分後にミーティングが始まります。はい、はい、今日もですね、いつも通りまたナースケさんに出てもらいました。でまた次回の動画もですね、はい、またナースケさんに出てもらおうという、思っております。すごい。はい、でまたその次もナースケさんと。すごい。はい、もうほぼ僕の中ではもうそういうチャンネルじゃん。コンビの YouTube だと僕は思ってるので、はい、ぜひねナースケのことを応援したいっていう人はナースケのサブちゃんだと思ってますね、ここは。あ、わかります。サブちゃんある、ちなみに。ある。
サブサブちゃんで、はい、サブサブちゃんだと思っていただければなというふうに思います。じゃあ、ナスケ、あと4日後。頑張ります。あ、5日後か。5日後。ね。頑張って、マジで。うん、頑張ります。ほんと当日応援に、ね。そう。絶対来ないよ。そう、あの、カメラ持って撮影しに行くんで。はい。はい。じゃあ、皆さん、この動画がいいなと思った人は、チャンネル登録と高評価のほどできたらしてください。はい、はい、1000人目指して頑張ってます。はい、1000人目指せなかったら全然ナスケのせいなんでよろしくお願いします。じゃあ皆さん、一緒に成長していこうね。違う、言ったことない。じゃあ、今日はまっすぐ入っているとそれ最後、周囲ですか。いやいや